世界の平和を守るため、伝説のポケモンたちの力を借りて悪の組織に立ち向かう、ポケモンレンジャー光の軌跡。舞台は自然豊かなオグリビア地方。そこに現れた悪の組織、ポケモンナッパーズ。彼らの企みを阻止するため、プレイヤーはポケモンレンジャーとしてポケモンたちと力を合わせ、冒険を繰り広げていきます。ポケモンを仲間にするには、タッチペンでポケモンを囲んでキャプチャ。ポケアシストを使えば、ポケモンが自分の能力を使ってキャプチャの手助けをしてくれます。タイプを考えてポケモンを選べば、効率的にキャプチャできます。また冒険のパートナーピチューがウクレレを奏でて助けてくれることも。仲間になったポケモンの力を借りれば、レンジャーの行く手を阻む障害を乗り越えることができます。さらに今作の新しい機能、レンジャーサインを描くことで、仲間になった伝説のポケモンなどをいつでも呼び出すことが可能。ポケモンレンジャーを助けてくれる力強い味方になってくれます。ワイヤレス通信で最大4人までプレイできる通信協力ミッションでは、友達と一緒にさまざまなミッションに挑戦。このモードでしかできない強力なキャプチャーを使って、みんなでミッションクリアを目指します。世界の平和を守るため、伝説のポケモンたちの力を借りて悪の組織に立ち向かう、ポケモンレンジャー光の軌跡。体験版配信中。さらに期間限定スペシャルミッション配信、デオキシススペシャルミッションをはじめ続々配信予定。スペシャルミッションで仲間にしたポケモンはポケットモンスターシリーズに連れて行くことができます。